黒うどん茶。今日は黒うどん茶でした。え、すごい、ハロウィン。すごい、今日からですか、このギフトは。違うのかな、このなんかハロウィンキャンディーみたいな。あ、昨日から、そして昨日の夕方からとかなのかな。じゃあもしかしたらだから見てなかったのかな。あ、そっか、ハロウィン。あ、こんばんは、ゆみりんが11時お知らせします。あ、え、そっか、うわやばい、そろそろ頼まないと間に合わないよね。いや、ハロウィン何しようかな。え、それか、いや、あれを着ようかな、あれを着て、あれを着ようかな、あれ着るよっかな。あれを着ようかな、あれを着てあかりに返そうかな、そのまま。あ、これはあくまでお話し会のお話なので、はい、これはあくまでお話し会のお話なので、お話し会を撮ってる方は、そう、何かなって楽しみにしててください。はい、お話し会を取ってない方はまたぜひいつか、いつかまた5枚目シングルの再販があるときにまた別の日程でもいろいろ着るので、ちょっとね、楽しみにしててください。取ってないことをぜひね、悔やんでください。チックショーって、あ、そう、インスタの新幹線すごい硬いアイス美味しそうだね。そうなんですよ、なんかメールには載せれなかったんですけど、あれまた期間限定で、あれはでも東海さんがやってるのかな、だから東京から大阪の期間しか売ってないんですけど、うん、あれを弟になんか新作が出たけん、なんか食べたら教えてって言われて、それ言われたのがちょうど東京に行く前日だったので、ああ、そうなの、あ、もう別に多分メール取ってくれてる人とか分かるか、そう、昨日東京に行ってたんです、私は。ただいま、今日の、今日帰ってきたよ。そう、それで意見なんか「これ知っとる?」って言われて、あ、明日乗るんだけど、まあ取ったら、うん、もし買ったら連絡するよって言って、弟に自慢するために買って写真を送りつけました。おかえり、ただいま、ただいま瀬戸内、ただいま瀬戸内。まあでも結構ね、割とちょくちょく行ってるので、来月もまたね、何回か行くとか、うん、そう、送って「美味しかった?」って言われて「美味しかった」って言いました。そう、弟に、なんか弟がどんな味か食べたいって言ってたから、弟の代わりに食べてあげました、食べてあげました。そう、また落ち着いたらね、いろいろ弟と一緒に旅行しようっていう計画を立ててるんですけど、なかなかね、
お互いのスケジュールも合わないしって感じだな。そう、弟とね仲いいんですよ。仲良しだね。なんか鉄道といえば、鉄道といえばって、そう、今日もですね、今日発売の、JR さんの時刻表11月号に、はい、コラムっていうか掲載していただいてます。まだこっちは売ってないので、また売り始めたタイミングで手に入れようと思うし、手に入れたらまた SNS にこちらですっていうのをね、うん、載せれたらいいと思います。またそう、見たい方はぜひお手元に置いてくださると嬉しいです。時刻表、あれってアンケートとか書く欄あるのかな、なんか今月は何で買いましたかとかさ、なんだっけ、今月で一番良かった特集はとか書くとこあるのかな、あの、あるのかな、あ、確かなかったね。そっか、じゃあもう本当に購入する限りなんですね。でもやっぱりこういうのはね、なんか、あ、またこの子を載せたいって思ってくれるきっかけってやっぱりそういうところだと思うので、ぜひぜひ、いいんですよ、もう100冊買ってもいいんですよ全然。制限はないですからね、購入制限はございません。うん、あ、今見たけどなかった、本当か本当か、うんうん、そっかそっか、そう、私もまだお手元に置けてないので、またお手元に置けたら送ります、皆さんに拡散してもらえると嬉しいです。あ、買ったってツイートするのもいい、確かに確かに、ハッシュタグ JR 時刻表とかで、あ、公式のツイッターとかあった気がする、おタグ付けして滝野由美子ちゃんが載ってるので買いましたみたいな感じの。いいと思います。あ、なんかワイヤレスイヤホンの特集してる、へえ。あ、このご時世でワイヤレスイヤホンの需要が増したんだって、今3万円のやつ使ってます、だって IT 関係会社員23歳、同い年だ。え、すごい、同い年なのにすごいな。あー、靴ね、落ちちゃうことあるよね、線路に。あ、なるほど、ワイヤレスイヤホンを、うわー、確かにな、線路に落ちたら、うわー、うわー、大変だ。いやー、確かに。そう、今ね、線路にワイヤレスイヤホンが落ちたときには、あ、すごい、ワイヤレスイヤホンの線路への落とし物、7月から9月。計947件だって、わかる、でもなんかわかる、電車に乗るときってイヤホンつけちゃうよね、無線の、あ、降りるときに人とぶつかっちゃって、そうだよね。へえ、でも皆さん絶対にあれですよ、線路に落ちたからって言って線路に降りちゃダメですよ、ちゃんと駅員さんに言って、この専用のこういうやつで撮ってもらってくださいね、うん、私も昨日も電車に乗ったけど、確かに電車の中でずっとイヤホンしてたな、うどんつけてました、ずっと。そう、何気にね、あのうどんだと取れちゃうんだよね、普通に、あの普通のワイヤレスのここつながってるやつとかだったらそんなにあんまりないけど、うん、
ね、ワイヤレスイヤホン拾えるのかドキドキしますね。大変だよね。サワディーカーン、サワディーカーン、5分かーん。あ、外れにくくするにはだって。気になる気になる。着用の方法が間違っていて落ちてしまうことが考えられます。正しい装着方法とかあるの？あ、なるほどね。うどんじゃないやつ、ね、うどんじゃない。あ、へえ、へえ。普通になんかごめんなさい、視聴者しててごめんなさい。落とすのが怖くて使ってない。まあそうだよね、なんかわかる。片っぽとかなくしちゃいそう、私。1年後とか、だなぁ。ワイヤレス、ワイヤレス。私の23歳のデビューのワイヤレス。あれ、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 あれって何？あれ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 ？バッグの中にないぞ。ん？でもね、バッグの中にね、入れないんだよ。あ、なんか分かった、思い出した、思い出した気がする。え、本当かな。いやでも、ん？あ、分かった、はい、解決。私は知ってる、分かった。置いてきたわ、今日置いてきた。普通に忘れてきた。でもどこに忘れてきたかは知ってる。そうだ、充電してて置いてきちゃったわ。でも私カバーとかつけてなくってそのままなんですよ。だからなんか他の人とかが間違えてないか、間違えたら怖いね。今日行ったところなんです。でも大丈夫、でも大丈夫。行き先が分かれば各駅停車でもいい。こんなに忘れたことを堂々としてる人初めて言いました。でもよくない？別に明日も行く場所に忘れてたら別によくない？全然。あ、明日使う。ちょっと行きしは音楽聴けないからちょっとあれだけど、まあ行きし我慢したらいいし大丈夫。財布は落としてもそんなに慌てないよね。てかね、財布はなくしてることをね1週間知らなかったっていう、なんかよくわかんない伝説を持ってます。私はなんかお財布をなくしちゃって家にあると思ってたの、なぜか。でいつも朝バタバタするから、あー、また家にお財布置いてきちゃったよみたいなのを1週間続けてたら、警察から電話がかかってきて、すいません、お財布落とされてませんかって言われて、あ、落としてるかもしれないですって言って、ん、何日目？21日目。ありがとうございます。そう、それでその何色のお財布でどういうカードが入っててとかの確認を取って、あ、
これあなたのですねって言って取りに行った。そう、本当に疑われた。本当にあなたのですかって。だって確かに1週間届け入れもないやつの財布の、あなたですかって。あ、私のです。まあでもなんかあれなんだけどね、あ、でもカードとか入ってたかも笑い事じゃないけどなんかそのカードとかポイントカードとかのやつで電話番号調べてくださったらしくって、警察の方が。それで電話をもらいました。危ないよね。でも確か何にもなくなってなかった気がする、その時も。あ、スマホもあった。あったあった。確かにスマホもあったな、私。なんかスマホ、ちょっと恥ずかしかった。周り見の待ち受けにしてたやつだったから、待ち受けなんですかって言われて、あの、アイドルの子を、待ち受けにしてたみたいななんか友達、まあ友達っても言うし、そう、安全安心な。そう、なんかお財布は私そのよく行くスーパーのその袋詰めてる時に、あの自分の財布を詰め忘れたっていう。だからなんだろう、拾ってくださったのが多分そこのスーパーの店員さんとかだから、全然そんななんか、あれだったな。めちゃくちゃいい人ね。いい人の集まりです、みんな。世界はいい人でできている。お、グッチです。え、いいですね、お財布。皆さんお財布は何使ってますか。なんだっけ、ルなんだっけ、ルから始まるのあるよ。ルタージじゃなくて、あ、ルイ・ヴィトン。そう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 もうルイ・ヴィトンとなんかルイ・ヴィトンと縁がなさすぎて、もうルーまでしか出てこなかったルイ・ヴィトン、あ、グッチ、コーチ。皆さん何使ってるんですか。ヴィトン使ってるんですか。グッチ、すごい。コーチ、でも私の知ってるブランドはそのぐらいだから、みんななんかその、あ、プラダも知ってる。そう、皆さん、あ、バレンシアガもね知ってる。あ、サマンサはね、コーチっていうブランドがあるんですよね。バーバリー、あ、聞いたことあるな。ポール・スミス、そうなんだ。なんか、あ、シュプリームも聞いたことあるよ。シュプリームって書いてるやつあるよね。あ、そうなんだね。でコーチやバーバリー知らないって、知らないな、知らないな。持ってないし興味ないっていうか、分かんない、想像できない。なんかルイ・ヴィトンって言われるとなんかあの模様が浮かんでくるけど、あ、今ペイペイ、なるほどね。
1年に1回買える。あーそうだね。でも前のお財布は、最近お財布を変えたんですけど、前のお財布は2年ぐらい使ってましたね。うん、メンバーでお高い財布持ってる子いる？でも私そのなんか分かんないの。そのルイ・ヴィトンのさ有名な柄あるじゃん、あれぐらいしか、あこの子何のブランド使ってるとか見て分かんなくないですか。まあロゴ入ってたりすると分かんのかな。すごいな。でもなんかお財布はいい財布を持って置くのがいいって言いますよね。私長財布です、うん、かな。皆さんの財布の色って何色なんですか。ちょっと当てていい？黒、紺、以上。男性は黒と紺なんじゃない？あ、茶色ね。あ、茶色か。黒、紺、茶。私前のお財布水色だった。今のお財布はなんかちょっと紺色の青系だな。うん、かなって感じ。大人な感じ。あなたのお財布の色は2 やばい私。今びっくりした。なんで1出しながら2って言ったの？びっくりした。1黒、2紺、3茶色、4その他。皆さんのお財布事情。本当に自分でびっくりした。この1や出しながら2って言ったのが。風水的にはそうだよね、黄色の財布がいいって。そうだから、お母さんも一時期ずっと黄色の財布使ってた。あと金色とか。1が黒で2が紺で3が茶色だっけ、4がその他。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あー、やっぱ黒だよね。私は黒じゃないけど、なんか男性のお財布ってむちゃくちゃ黒のイメージ。でもな、思い返せば男性の財布って見る機会ないよね。弟とかお父さん、弟もお父さんも黒かも。あとマネージャーさんか。マネージャーさんの財布あんまり見てなかった。ちょっと詳しく見とくね、今度どんなブランド使ってるのかなとか。3が茶色か。あ、で、黒、茶、その他、紺ってこと。そうなんだね。私の歴代のお財布はどうだろう、私そのシンデレラとコラボしてる
お財布がずっと高校の時から欲しくって、でも高校生でからするとちょっと買えないお値段のやつだったのでなかなか買えなくって、大学入ってバイトしてバイト代で買ったお財布があったな。それをずっと大学の時は使ってたかも。あ、そうそう、サマンサタバサです。そうなの。風水では黄色がいいけど本当の黒財布、黒い長財布。あ、じゃあ聞いてみよう。このカポっていうちょっとちっちゃい、1長財布、2長財布以外、長財布か長財布以外か、1長財布、2長財布以外か。ちなみに私は高校生あたりぐらいから長財布だったのかな。それまでは長財布はあんまり使ったことなかったかも。あと穴開くまで使ってて、お財布はずっと。まあでもあれだよね、あ、そうそう、2つ折り、2つ折り、そう、2つ折りって言いたかった。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あ、そうなの、長財布少数派なのね。割と、まあ、そんなに変わんないけど、半々ぐらいだけど。あ、そうなんだ。あ、でも男性の方とかさ、ポッケに入れたり、たりするから二つ折りとかにしたいってこと？さっきからコメントとかも見てて思ったけど、ポッケに入らないから、ポッケに入るから、でそんな理由で。確かに、なんか確かに男性はそういう、そうなのか。小銭入れと分けてる人、あ、うちのお母さん小銭入れとお財布を分けてるよ。え、ね、小銭入れとお財布を分けてる人っている？うちのお母さん、なんか私自分でお財布管理するようになってからが一番めちゃくちゃ分かんなかったんだよね。なんかコインケースが、あ、え、いるんだ。これに入れ持ってる。え、だからさ、あれだよ、会計の時2つ財布出すんだよ。小銭入れから小銭出して、普通さ、財布ってさ、小銭入るとこついてんじゃん、普通に。でもそこじゃ、そこは使わないんだよね。分けてんの？高級ブランドは小銭入れついてないの多い。あー、なるほどね。この値段のお財布を買う人はもう小銭なんて使わねえだろっていう、そもそも理論ってことか。うわー、なるほどな。うわ、世界には世界がいるんですね。うわー、なんちゅう世界だね。お釣りも全部もう募金しちゃうから、もう小銭なんて持ち歩くことないですみたいな。皆さんにとってなんかそのちょっと奮発するものってあるじゃないですか。例えばお財布はいいものを持ってたいから、このブランドのちゃんとしたやつとか、とか、あと時計を、時計はちょっとしたちゃんとしたやつを買おうとか、名刺入れはちゃんとしたブランドのやつを使おう。時計なんだ、
靴、あーなるほどね、靴、時計、ネクタイ、腕時計さすんの腕時計ってするんですか皆さん、あのファンの方みんなしてるイメージ、あー仕事で使う、確かにその仕事でさ時計見るときに携帯を見るとちょっと感じ悪いよね、だからこの腕時計で時計チェックした方がなんかいいよね、その時計を見るってなったときに、うん、携帯出せないときとかもあるね、なんかかっこよくないって、うーん、君ら腕時計してる人がいいと、いいっていうかなんか自分が全然もう今までの人生つけてきたことがなかったから腕時計を、なんか大人のまま、まあそうだよね、なんかこうちゃんとお仕事中とかにこう携帯で時間見ちゃうとかよりマナー的なね感じでね使ってる方とかもね多いのかな、うーん、最近でもそれこそあれどっか行っちゃったな、もうどっかもうどっか行っちゃった、さっき腕は最近ブレスレットたまにしてるんだよね私、あれ本当にどっか行っちゃった一瞬で、今いじってたのに、へえそんなことある、うん、でどこやっちゃったか忘れちゃう、見て突然のエトセトラじゃん、今日いただきましたスタッフさんに、嬉しい、あコースターです、コースターです、食べれませんよこれかっこいいよねコースター、うーんすごいな、シエル西日本さんと寄せ書き屋本店本店さんがコラボしたものみたいです、やば、見てここに貼ってるからすぐ出せる、エトセトラー、エトセトラの雪だるま、いいね本当にね、マジでグッズは上がる、てか私グッ収集鉄でもあるから、収集鉄ってよりなんかそうですね、収集鉄もあるんですよ、基本ネガオタクなので自分のグッズも買っちゃうし、鉄道のグッズもめっちゃ買っちゃうし、収集鉄、あの看板とか使わなくなった看板とかも買ってる、そうあとなんだ N ゲージ買っちゃうとか記念品買っちゃうとか、まあなんかね充電器がこれとか充電器、あ座席とかもね欲しいですね、私が欲しいのは今、最近このご時世でさそのフェスタとかがなかなかできてないからね、ああいうところで結構ね売ってるんですよ、あの使わなくなったやつをつり革とか線路とか座席とかを売ってるんですよ、そういうところで、でそこに家族で行ってお父さんも好きだから、なんかお父さん、うちのお父さんなんか何か買ってるのあんまり見たことないんですけど、
そういうところに行ったらなんかいつもめちゃくちゃ買ってる。本当にうちのお父さん、うん、買い物してるイメージない人なんです。うん、そう、一家鉄オタです。なんかお姉ちゃんとかお母さんは多分好き、めっちゃ好きっていうわけではないと思うんだけど、ただ家族で行くので詳しいです。2人ともお母さんも詳しいし、お姉ちゃんも大体その一般なんだろう、鉄オタが一般知ってることは知ってる。大体そこの深掘りすると知らないこともいっぱいあるけど、その鉄オタの常識的なものは知ってるって感じかな。うん、あー乗り鉄だからグッズはいらない。まあそのね、いろんなねあるんですよね。私は乗り鉄、撮り鉄、グッズ収集鉄なんで、本当に一番お金がかかるお宅です。全部って乗りに行きたい、取りに行きたい、グッズが欲しい。なんかこの前JR さんが作った マスクが販売されたんですよ。速攻買いました。そう、今届くの持ってるんですけど、あれって家にいないと受け取れないらしくって、そうなんですよね、その入れれないらしくって、ちゃんと渡さないといけないらしいの、マスクだから中身に入ってるのが。だからまだ全然受け取れてないんですけど、うん、そうそう、NN のよく S のマスクのやつ買ったな、一箱と、あとは個別で入ってるの何個か買いました。可愛いよね。あれ洗ったら3回まで使えるんだって。一眼レフ持ってるよ、鉄道を撮るために。うん、かな。うん、そう、収集癖があると置き場所に困る。そうなんですよね。今めちゃくちゃ私今カラーボックス4つあるんですけど、1個には3段とも CD と DVD がガーって詰め込まれてて、その隣は一番上がコスメ系が入ってて、その下にはなんだろうな、あ、鉄道グッズとかかな、とかで、一番下がなんかその色画用紙とか、なんだろう、文房具とかが入ってて、その向こうのカラーボックスさんのやつには一番上はトロフィーとかの箱があって、その下はなんかイヤリングとか置いてて、その下が文房具パート2で、一番右のカラーボックスの一番上がグッズが入ってて、その下がまたコスメのところで、一番下に何が入ってるのか分かんない何入ってるんだろうこっから見えない何かが。本は増えすぎてカラーボックスに入んないんで、カラーボックスとテレビの間にこんぐらいのスペースがあって、テレビ台とカラーボックス の合間にこれぐらいあるので、そこにダダダダダダダって並んでます。そこが本棚って感じ。めちゃくちゃ本ありますね。小説とかもだけど、やっぱりねお勉強しているので、お勉強の本とかがたくさんもちろんありますし、あと自分が出たね雑誌とかも、まあ皆さんご存知の通り自分で買ってるので、私はなので、うん、それがババ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 ってなってますね。かなー
恋愛情報今めっちゃ欲しい。それな、本当にそれな。なんかネットで調べたら出てくるんだけど、でも今このご時世でちょっとダイヤが変わってるんですよ。不規則な感じで、あの本数減っちゃってるところが多くって、めちゃくちゃよくあるんですけど、この前もこの電車に乗らないと次のお仕事間に合わないのに、この本数減らされてるの、もしかして私が今から乗るやつじゃねってなって、わー大変だーってなったそう、間引き運転されてるところが多いですね。うん、なんかでもそのそうなんです、私が見たところはどのサイトで見てもなんかそういうのがあるの知ってたから、だからなんかネットで何回も見たし、いろんなサイトで見たけど、あったからよしって思ったけど、ちょっと、ね、駅の時刻に乗ってなかったです。そうだね、ダイヤ変わってるし、詳しくは今日発売の AGR 時刻表をチェックしてみてください。そしたらきっと私がそう鉄道についてただただ語ってます。え、なんかめちゃくちゃ嬉しいな。もちろん自分で全部書いたんですけど、あの文章をなんか書いてて、弟にもちょっと聞いたりとかして、なんかこの JR のやつ、あのえこれってこうだったっけみたいな感じで聞いて、はい、書きました。うん、よかったよ本当に。でも自分でも結構めちゃくちゃ頑張ってあの文作ったので、なんかこれでね、あのまあちょっとは鉄道にが好きだし、鉄道知ってるのかなって思ってもらえたら嬉しいしね、瀬戸内ディスティネーションキャンペーン始まってるので、うん、ぜひぜひ。リバート、うーん、次は表紙かな。いいね、いろんな夢があって、うーん、あ、鉄道愛が伝わりました、ありがとうございます。そう、鉄道愛が伝わったらいいな。やっぱりなんだかんださ、エセって言われると仕方がないじゃないですか。確かに私もめちゃくちゃ詳しいわけじゃないから、なんか、まあ、知らない種類もありますよ。あんまり私東京とかの電車は詳しくないし、専門ではないので、瀬戸内専門、瀬戸内だったら多分でも負けないと思う、うん、かな。だけど基本全般好きなので知らないだけで、これからもね、いろんなところに出て、いろんなところでね、こう自分も喋りつつ吸収していけたらいいなって思ってます。うん、なんかね、鉄オタの方が認めてくれるって本物だなって思うので、なんか鉄オタの方に愛される鉄オタでいたいなって思います。まあ、でも私の鉄道好きは本当に多分鉄道好き歴20年とかなのかな。ちっちゃい頃から本当に意味わからず行ってたので、最初は鉄道博物館とか、なんか新幹線の写真撮りに行ったりとか、車両基地見学とか、お、アマゾンで売り切れてる、イムリン効果、だったら嬉しいな、うん。埼玉の鉄道博物館あるよ、大宮のありますよ、ありますよ、うん、いいよね。あと
とは私が好きな、でも新幹線が好きなのかな結局は。鉄道も特急とかも好きだけど、小学生の時にめちゃくちゃ好きだったのが九州新幹線、九州鉄道がめちゃくちゃ好きで、修学旅行がスペースワールドだったんですよ福岡の。でそこもなんかジェットコースターに乗ると上から駅が見れるから、ソニックとか白いカモメとか、もう特急なんですけどが来てるのが見れるんですよ。だからそのカタ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 って言いながら、ソニック来てんじゃんって一人で言ってたけど、あ、それ小学生の時の修学旅行かな。でも小学生の時の友達はみんな私が鉄道だっていうの知ってるから、なんか止まってるよって言われて、あー、すごいソニック止まってる、うわ感激、ギャーみたいな感じだった。そうだね。名古屋のリニア鉄道館、あ、ありますよもちろん。2回行ったことあるかな。なんかだから。ウエストエクスプレス銀河もちろんですね。12月ぐらいからね、山陽走りますよね。あれと同じデザイナーさんがシースピカっていう船をデザインされてて、それのアンバサダーに ST48 がなってます。だから乗りたい、めちゃくちゃめちゃくちゃ乗りたい。岐阜橋まで降りたことある、降りたことっていうかね、私もともとね岐阜一回住んでたんですよ。だからね全然あるよ、かな。ちょっと今日はそろそろ終わります。明日もちょっとね、明日もメールなんかドタバタバッタンになりそうなんですけど、なんか見てもらえると嬉しいです。今日も皆さんも よく寝てください。しっかり寝てください。しっかり笑ってしっかり寝てください。13位アランさんありがとうございます。12位フォルさんありがとうございます。11位スランプくんさんありがとうございます。10位グッチョブ太郎さんありがとうございます。9位よりまず元気さん、千代香の夢講師いつもかの相手とかかの言っちゃう今日も配信ありがときのありがときのです。8位アルトさん、ユミニー倒し中ありがとうございます。7位コーラさん、間違えた、7位トリドさんありがとうございます。6位コーラさんありがとうございます。5位高弘慶吾さんありがとうございます。4位熊根パパさんありがとうございます。3位ユッキンさん、ユミニーガチ恋中ありがとうございます。2位リキュアさんありがとうございます。そして第1位がプロフィール見て滝野さん、これは何をしてるでしょう。何、あら、信号の点検合ってますかあ、信号機を撤去してる、なるほど撤去だったんですね。また一つ学びました。なんかね接続の話でした。ということで気になった方は、JR 時刻表11月号に乗ってるので滝野が。ちなみにですね、お気づきの方が多いかもしれませんが、なんと私、そう、一タレント滝野由美子としてもっていうか、私の顔写真見てもらえると思うんです、わかるんですけど、ママ&さんのアーシャなんですよ乗ってるやつが、というお仕事でした。だからぜひね、そう初めてかな、そう言って乗るのが、ママ&さんのでもさ、ママ&さんママさんはもう3つけちゃおかしいのか、自分の事務所だから、はい、そうママさんの写真デビューの
新デビューの時刻表なので、ぜひ、そう、私はここから始まるっていう女優さんっぽい写真だね。ね、すごい素敵に撮ってもらいました。うんうん、そうなんです。なのでやっとね、皆さんにママさんの反射を皆さんのもとへお届けできることができましたね。今日ラッキーさんはにゃん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 チュンチュン、サクシットタイさん、サクシットタイさん、コップンカーン、サワディーカーン、コップンカーン、明日はラッキーデイになるでしょう。ありがとうございます。すごい、これこれとあと何があるの、このちょっと待ってね、ちょっと後で調べるぞって話なんだけど、このキャンディーともう一個あった、あ、このかぼちゃ2つ追加されたのかな。へー、雪ですね。それでは今日も最後までありがとうございました。明日もメールバタバタだと思うし、ちょっと夜遅くなると思うんですけど、見てくださったら嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみ。それではおやすみなさい。バイバーイ。